はい、こんにちは、ショートです。ポケモンソードシールドのシングルランクマッチじゃなくてシングルのカジュアルマッチですね。やっていきます。さっきファイヤーを使う動画を出したんで、サンダーを今度は活躍させたいなって思ってるんですけど、通りは悪くないんじゃないかな。割とサンダーの通り自体は別に悪くはない。ファイヤーとどっちが通ってるかって言われたら、どっちかって言ったらむしろサンダーだよね。これサンダー通していく感じがいいと思うけどね。で、困るのどの辺だろう。厄介なのは、まあ割とサーナイトあたりがめんどくさい感じはするね。まあ、ダイジェットで突っ込んで倒せなくはないんだけど、ポリゴン2絡めるか。クチートかカバポリサンダーとかがいいかな。それが強い感じの話あると思うけど。ポリツカバルドンサンダーでいきますか。で、これ、カバで起点作ってサンダーで、ビルドからジェットとか入れたら全抜きもいけるから、まあ、割かしいい感じなんじゃないかな。とりあえずなんか新ポケモン、とりあえずまず使ってみようみたいに思ってて、サンダー、あ、ファイヤーサンダーって来てて、まあ、レジエレキとかまた使いたいのと、まあ、普通にあとね、マンダとか、その辺も使いたいですけど、クロノバナナ。これ、ステロマキだよな、多分。ステロマキなんだよな、絶対。挑発あるやつでしょ。知ってるよ。初手で出てくんの。突っ込んじゃダメかな。突っ込もうぜ、これ。絶対ステロマキだから、これ。ほら。畑ないよね。ガンプーステロ、ジャレ挑発とかじゃないの。これしか、まひったら、ああ、まひんなかったけど、まひったら、ステロさえ負けずに終わるみたいな話あったけどね、ワンちゃん。オッケー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 。それでステロで切りでしょ。そのクチート、まあクチートって多分8世代だとこうなっちゃうよね。目がないとさすがにパワーないし。懐かしいな、クチート相手にカバに引いてゴツメ稼いで砂巻いて怠けるしてみたいなやってたの。もう1年以上前の話だけど、ケンタで出てから1年経ってるってのがすごいな。エレルイド、はいはいはい。で、ここカバルドンでいいかな。で、砂撒いたりしてうまくいなしつつサンダー通せるといいと思ってるんだけど、で、嫌なのはなんだろうな。いや、まあでもカバルドン多分こいつじゃ突破できないから、砂起こして、それちょっと待って、それちょっと待ってほしいな。そのタイプか。あー、でかくなってくのは安いんじゃない、もしかして。先に相手ダイマ使ってくれたのは結構こっちにとっては美味しくて、サンダーで催眠術もらうとなー、すべてが美味しいんだけど、相手の一旦無になるからね。え、フェアリー技とかさすがにないよね。ダイアイスは耐えるよ、さすがに。A 上げてないと倒せないと思うけど。余裕だよね、さすがに。こいつラムも持ってないってもう確定してるから、これでいけるね。あくび入れて、ツッパならツッパでいいから、引いてきた場合をケアしなきゃいけないのか。引いてくるとして、サーナイトだったらポリツも一回投げとけばいいでしょ。あくびだな。いや、待ってよ。ステロ巻いた方がいいか。引いてきたときに、サーナイトでポリツ返してってやるよりかは、あくび打っといた方がいいかな。まあ、そもそもここ殴ってくんだったらさすがにカバ死んじゃうから、あー死んじゃうね、まあ、それは関係ない話だったから全然 OK で、
で、これでエルレイド寝るんだけど、カラビオ剣で2段階上がってもちょっと困るな。それだいぶ困るんだけど、大丈夫かな。ステロもね、そう、4分の1入んないのがいいね。サンダーは。まあさすがにでも大ジェットでしょう。S は割と上げときたい感じある。持ってけんのか、弾じゃないから、弾だったらワンチャンある気がするんだけど。弾ね、ミミッキ優先しちゃったんだよね。ミミッキ弾持ってるのが強いだろうなと思って、サンダー最初弾で考えてたんだけど、まあ、こいつ、ラムでもいいかとかって思ったら、なんかミミッキに弾持たせたくなっちゃって、サンダー後回しになっちゃった、もちろんの。ミミッキのが、信頼されてるね。これ最速動きしないんだったら、もらえるんだよな、こう。あー、強っ！え？マジか？これ倒せんだったら全然、問題なかったんだけど。抜群とはいえ、ここまで行くんだね。エルレイドってそんな別に柔らかいポケモンじゃなかったよな、物理方面。サンダー強いな。弾じゃなくていけんのか。やるね。サナイトか。まあこれはポリツーと2体で無理やり見れるだろうから。スチル。240でしょ ?140 の70、210か。スチルの方がギリ入んのか、ちょっと。スチルとこ。まあ正直、飛行格闘で技範囲めちゃくちゃいいから、ラスト1個の技で、まあ何でもいいかなって思ったんだけど、なんかフェアリーにさせたり、強いかなと思って、スリューション強え。やるね。まあカバルドンで補助してるってのもあるけど、サンダー結構いいスペックしてんじゃん。もう一戦行きますか。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やっていきます。お、相手めちゃくちゃドラゴントイズじゃんこれ。マジでミミッキュの刺さりえぐいけどな。そうなると初手ガブでステロ巻いてきたりするのかな。マンダともやり合えるのは結構楽しみで、マンダ考えるとサンダーよりファイヤー出したくなっちゃうな。ドラバルトにもそんな弱くないしな。ただこれカバルドンは絶対絡める。ミミッキを出したい、その二つかな。初手でウオナラゴンと対面するとやばいから、さすがにミミッキから入らざるを得ないか。で、裏カバルドン、アット1だね。だいたいかな。ファイヤー。サンダーに対してマンダ投げられる展開がめちゃくちゃうざいんだけど。あ、でもカバでどうせステロ巻けば、それもケアできるか。マンダに対して別にカバ引いてもいいもんね。特殊がめんどくさいけど。じゃあポリツー出すって話だけど。アーグに先に展開されるだけやめな、気をつけなきゃいけないな。サンダーかなラスト。でも、サンダー使いたい。いや、まあでもマンダも700族じゃないからね。ダイマックスないからだいぶパワーダウンしてる部分はあるし、まあステロプラスジェットジェットとかで押し込めるんじゃないかな。あの自家城も普通にありそうだけどね。ダイジェットと相性めちゃくちゃいいし、普通に自家城のギャラが強かったから。ドラパルトからか。これどのタイプだろうな。初手で投げてくるサポート型がめちゃくちゃめんどくさいんだけど、身代わり龍舞がだるいな。でも初手で出てこないと思うんだよな。カバ引きでいいと思うけどね。鬼火か自破じゃない。ステロ負けるなら負けるで割と悪くないし、こっちは海流マンダ両方ケア効くからね。ステロ巻いとけると何をしてくる。初手ダイマか。待った、これ、もしかして、イドンブ持ってるやつじゃない？それはだいぶまずいなぁ。ステロも何もなしでサンダーで後ろから展開するのはちょっと無理があるなぁ。まあ、技見てからかな。スチルある場合はさすがに、水技はない。これ、ミミッキ相手相当重いでしょ？まあ、構築的にどう考えても相手重いんだけど、ミミッキは。
スチルから入られてるからさすがにアクビ入れたいか。ここホローだと思うけどね。スチル連打なんだ。だったらステロ巻きたかった話あるけど、ホローホローで死ぬの嫌だなと思ってあくびから入ったんだけど、これはこれでいいと思うんだよな。で、裏に引いてくると思うけど、ダイマックス相手もないから、ここステロでいいんだよね。ミミックで、あと誰が来ても、ストッパーになれるから。寝かしてきたね。スチル3回で、いいかなみたいなノリか。でもこれあったらカバルドンめちゃくちゃ仕事できたから、結構悪くない感じだと思うけど。ラム？ラムだったとしても、でも、ホロ1回は打つでしょ。ラムじゃないね。どういうことなんだろう。まあ、でも、カバルドンが完全にこれ仕事できた感じだから。ファイヤーいたらこう投げたいんだけど、さすがに怠けるかな。引かないね。ドラゴン、ゴースト、スチル、鋼の翼でしょ。プラス、リュウマイとかは結構めんどくさいんだけど、言うて回復ソースないから、地震で削ってミミッキの圏内まで持ってくだけでもだいぶ十分かな。よいしょ。勝った。3段階上がってると、こんな硬いんか。ここも地震でいいかな。起きた。あ、リュウマあるんだ。まあ、あるか、そりゃ。いや、これでもミミッキで切り返し全然効くから、あんま怖くないけどね。さすがにあくびかな。2枚してきたね。スチルで無理やり固くしてみたいなノリか。こっちのファイヤー考慮してない？投げれんやろって話かな。ここ相手もっかい真上が意味ないと思うんだよね。寝ながら動くんだったら。それかまあ殴ってくるならドラゴンアローだと思うけど、流れの翼はさすがにない。オッケーで、しかもこいつ寝るでしょ。で、剣舞からでいいかな。ドラパルト引くならザコになるし、突っ込んでくるなら、シャドクロ、影打ちとかで持っていけるから、さすがに多分。これでミミッキーも攻撃2倍になってるから、シャドクロでいいんだよね。ま、さすがにジャレはちょっと、外すの怖いし。ここ寝てるならむしろ全然影、積んだのは正解になるね。何？邪行？あ、邪行ね。はいはいはい。それは全然いいよ。これ初手でミミッキで突っ込んでたら危なかったな、だいぶ。で、まあ、どっちみち影打ちでここ処理できるから、引くとしたら、いや、寝ててこの HP のドラパ残さないか。ステロもあるし。ドラパルト取って、で、A2 段階上がって皮残ってるミミッキ盤面残ったけど。強いミミッキ盤面残っちゃったけどね。どうすんだろ、相手。耳カバーうまく使いこなすだけで、なんか、勝ちに行こうとしてる感じあるけどな。これ、スカーフだったとしても、シャドクロ影打ちでいいんだけどな。じゃれ技で打たなくても。スカーフじゃないね。ハチマキかな。エラ神。スカーフじゃないの分かったから、シャドクロ連打でいいかな。まあこれラストを3打で詰めに行くみたいなノリだね。多分。だから2段階上がったシャドクロこいつ耐えんのか。そんな硬かったっけ、この、キチガイポケモン。まあまあいいんだけど全然。マンダかラスト。マンダ来たねー。
と何がやばいかな。身代わり残されるの最悪だから、カバには絶対引けないでしょ。ミミッキュ捨てながらでいいんじゃない。捨てながら、ミミッキュ遅いんだ。オッケー。ごめん。2戦目はミミッキュで、ミミカバで勝ちました。登場さえしなかったね、サンダー。まあまあ、1戦目活躍したからね、許してください。じゃあ、おつ。あと、チャンネル登録頼みます。じゃあ、GG。